こんにちは、渡辺瑞香です。動画をご覧いただきましてありがとうございます。本日は2020年8月8日です。はい、いよいよお約束の日が来ましたということで、カルダナエーダインセンティブ付きテストネット報酬ウォレットが復元できるようになりました。ということは、テストネットエーダがリアルエーダに変わるということですね。ということで、今どの段階から来ているの、どの段階に来ているのかということをちょっと軽く説明していきます。で、最初ね、ダイダロス使われていた方、古いダイダロス、青いダイダロスを使っていたと思います。で、これはもう対応しなくなったということで、緑のダイダロスに移行したと思います。で、まだバイロン時代の 1.0.0 というものですね。で、そこから、7月30日だったと思うんですけども、緑の新しいダイダロス、シェリーウォレット作成が可能になったダイダロス 2.0.0 というのが出ました。で、そこから古いウォレットですね、レガシー古いウォレットからの、ADAの移動が可能になりました。で、次にね、軽いアップデート、軽微なアップデートですが 2.0.1 というのが出ました。これも緑のダイダロスですね。で、そこから の緑のダイダロス、シェリー 2.1.0 で報酬ウォレットが復元可能になりましたよというところまで来ていますので、今日やるのはこの段階です。ですのでね、ちょっとそのことに留意してみてください。で、この段階ね、終わってらっしゃらない方はまだね、いらっしゃるのかな、どうなんでしょうと思うんですけども、この、シェリーウォレットの作成をまだしていない方、よくわからないよという方は、下にの概要欄に先日私が配信しました動画を貼っておきますので、そちらを参考にしながら、シェリーウォレットの作成と、あとプールインまでですね、ご覧になっていただきたいと思います。で、本日説明しますのは、この報酬ウォレットの復元のところです。では、早速入っていきましょう。2.0.1 の状態、の状態のダイダロスを開くと、このような画面が出てきます。で、最新更新版ダイダロス 2.1.0 配信ということで、8月8日付で出ていますね。今すぐダウンロードしてくださいと出てきます。で、こちらの文章もね、ちょっとね、ざっと読んでいただき、で、先に進むにはこちらを押していただきます。ダイダロスをダウンロードするを押してもらいます。で、そうしますと、このようなページに飛びますので、スクロールしていただきますと、このように、表示が出てきます。で、Windows を使ってらっしゃる方は、Windows 用のダイダロスバージョン 2.1.0 ですよね。はい、で、Mac をお使いの方は、こちらからダウンロードしてください。で、はい、ダウンロードが済みますと、このようなアイコンが出てきます。で、その時に注意していただきたいのは、ここからインストールしてもいいんですけれども、インストールの前に、前のバージョン 2.0.1 のダイダロスを閉じてください。そうしないと、こういう画面になっちゃエラーですよって、こんな雰囲気の画面になります。これ前の、スクショを引っ張ってきただけなので、ここでテストネットの、ダイダロスになってますけど、それは気にしないでください。こんな雰囲気の画面にならないようにするためにも、インストール前に前のバージョン 2.0.1、これをね、このウォレットをちゃんと閉じてください。で、それから、インストールですね。インストールしますとも簡単に終わりますので、そのようにしてください。ということでですね、そうしますと、このショートカットアイコンが出てきますね。で、こちらの方を実行していただきます。で、私、ここからね、いろいろと瞑想、走る方の瞑想ですね、が始まるんですよ。いくつかね、ちょっとやらかしたことがありまして、こんなに簡単な作業なのに、何かやらかす人いるのと思うかもしれませんけども、もしかしていらっしゃるかもしれませんので、全部、それをシェアしていきますので、よろしければお付き合いください。はい。で、このように、先ほどのショートカットアイコンをですね、実行しますと、こういう画面になります。で、ブロックチェーンを検証していますと、あとネットワークに接続していますみたいな画面にもなってきます。で、待っててください。で、そうしますと、このような画面になりまして、まだね、同期が終わってないんですよね。こういう画面になりますので、これも、同期が終わるまで待っていてください。で、こちらの方に注目していただきたいんですけども、これは、ITN と大文字で書いてある豚さんの貯金箱みたいなのが出てきます。で、こちらを押すとね、報酬ウォレットが復元できるようになるんですけども、私は、なぜかここでですね、新しい報酬ウォレット、新しい、シェリーウォレットですね、を作成する必要があるんだなと、その時は思っていたんですよ。で、すでに、こちら、レガシーウォレットといって、古いウォレットが 0ADA になってまして、これは何でかっていうと、ここにあった ADA を、シェリーウォレット、私2つシェリーウォレットをもう作ってあるんですけども、こちらに移したから、こちらが 0ADA で、こちらに 1000ADA 入ってるんですよね。なので、1000ADA、これは見せてもいいと思ってるんで見せてるんですけど、1000ADA 入ってるウォレットと、あともう1つウォレットがありますということで、すでに2つシェリーウォレットがあるんですけど、なんかもう1つシェリーウォレット必要なのかなと思って、作っちゃうわけなんですね。作ってもいいんですけど、全然作るのは問題ないんですけども、
で、私は作っていきました ということで、ウォレット追加っていうところを押していただきますと、こういう画面になるので作成をしました。で、その手順通りにですね、ウォレット名を入力してください、好きなウォレット名入れて、パスワード入れてみたいな感じで、おなじみの手順ですね。わざわざこうテストリウォードという名前までつけて、テスト、テストエーダをこちらの方に送るんだっていうことがはっきり分かるようにね、こういう名前つけたんですけれども、で、このような画面になっていきますので、復元フレーズもじゃあ書き留めますよということで、24単語出てきたのを書き留めてっていう感じで、おなじみの手順でこう進めていったわけですよね。ここもチェック入れて、次ということで、これは新しいシェリーウォレットを作ったら、やっぱりね、このブロックチェーンとの同期が始まりますので、終わるまで待っていなくてはなりません。待っていましょうということで、こちらね、0エーダということで、まだ1エーダも入っていない状態で今作成しています。で、そこで気づいたんですね。本当にこれ新しいシェリーウォレットを作る必要があったのかなとふと思ったんですよ。っていうのは後で分かったんですけれども、報酬ウォレットありますよね。報酬ウォレットにいくらかエーダが入っているとします。で、そのエーダをシェリーウォレットに移してくるときに振込手数料がかかるんですよ。で、その振込手数料は0.17エーダぐらいかかるんですけども、その振込手数料がどこから支払われるかというと、報酬ウォレットから支払われるのではなく、報酬ウォレットから移行するその先の振込先のウォレット、つまりシェリー、振込先のシェリーウォレットからエーダがその手数料分だけ引かれるんですよね。なので、ここはね、0エーダであってはいけないんですよ。いくらかエーダを入れておかなければなりません。でも、わざわざこっちから、ここにシェリーウォレットあるのに、わざわざここからエーダを手数料払ってまで、ここに移す必要があったんかなと思ったら、なかったんですね。で、あと一つ私の中で疑問だったのは、もうすでにこの2つのウォレットは、プールの委任まで済んじゃってるんですよ。なので、そのプールの委任が終わって、またそのウォレットに新しいウォレットを追加、新しいエーダを追加していいのだろうかという疑問があったんですが、これは全然構わなくて、例えばこちらで A プールに委任したとします。で、1000エーダを A プールに委任したとします。で、してあるんですけども、で、そこに例えば、新たに50エーダを1000エーダにプラスして入れて、1050エーダになったらどうなるんだろうかって言ったら、それはもう普通に自動的に A プールに自動的に委任されるという形になるようなんですね。つまり1ウォレットが1つのプールに委任の手続きをすればですよ、委任の手続きをしたら、その1ウォレット対1プールという感じで委任されるので、後から例えば1000エーダあったウォレットに50エーダをプラスして1050エーダになったとしても、自動的に同じ A プールに委任されるというふうな形になるようですと私は理解しています。なので、私はそうなっても構わないかなと思ったので、わざわざここにね、エーダを入れてまで別の、プールにする必要もないのかなということで、私はこの1000エーダ入ってるウォレットを振込先にしようと後で決めましたということですね。そういういきさつがありましたよということで、でも作っちゃったので、これはこのままにしておきましょうっていう感じで、こっちに入れればいいんだよねと思ったわけなんです。で、この ITN と書いてある豚さんの貯金箱みたいなね、ここを押しますと、このような画面が出てきます。で、ここにいよいよウォレット復元フレーズを入れるわけなんですけども、これはインセンティブ付きテストネットの報酬ウォレットの復元フレーズ、つまり15ワードありましたよね。その15ワードを入れていくことになります。で、あと報酬の振込先っていうのは、すでに作ったシェリーウォレットが出てきます。私の場合は3つあるので3つ出てきますね。この1000円で入ってるのと、いくらか入ってるのと、この新しく作ったシェリーウォレットが出てきます。で、その復元フレーズがこれ15個あるんですよ。15ワードこちらの方に入れていただいて、あと報酬の振込先はもう1000エーダ入ってるウォレットにしようと決めたので、こちら1000エーダ入ったウォレットがありますよということで、こちらを選択しました。そしてこちらにちょんちょんとつけてですね、あとこちらね、ちょっと文字が見切れてたんで書き直したんですが、テストネット用ウォレットの復元フレーズと報酬の振込先となる既存のメインネット用ダイダロスウォレットが必要です。これはシェリーウォレットですね。言い換えると、既存のって言ってますけど、シェリーのウォレットですでに作ったウォレットのことです。で、それが必要です。あとテストネット用ウォレット復元フレーズですね、15ワードで、
まあ、これが必要ですよと。で、このウォレットは適用されるトランザクション手数料の支払いにも使用されます。このメインネット用ダイダラスウォレット、シェリーウォレットから、トランザクション手数料が引かれますよということなので、いくらか枝が入ってないといけませんということです。で、はい、で、それが分かったらここにチェック入れていただいて、手数料は報酬の振込先ウォレットから支払えることを理解しましたって書いてありますね。はい、で、続けるを押していただきます。で、そうしますとですね、これはもうちょこんちょこっと つけたんですね。はい、で、次に行きましょう。で、そうするとこの画面になります。で、これは振込先のウォレットの名前と、あと振り、ウォレット送信時パスワードを入れるんですけども、これも振込先のウォレットになります。ということで、私はここに、パスワードを入れました。で、そしたらなんと、ウォレットパスワードが間違っていますと出てしまいました。これは何でかというと、ここに振込先のウォレットの名前が書いてあるにもかかわらず、私は報酬ウォレットのパスワードを入れてしまったんですよね。報酬ウォレットのパスワードを入れてしまったんです。でも、それじゃあ、ウォレットパスワードが間違ってまして出るのが当たり前なんですね。なぜかというと、振込先のウォレットのパスワードを入れないといけなかったからです。つまり、私の場合は1000円で入ってたあのウォレットのパスワードを入れなきゃいけなかったんですね。ということで、入れ直しました。そしたら、まあ、無事、はい、インセンティブ付きテストネットの報酬は還元されましたと出てきます。で、私の場合は1000円だ、ほとんどね、なんかテストネット用のダイダロスがね、開けない、後半もほとんど開けなかったんですよね。だから、イニシス直すこともできなくても、そのまま放置してたら、1000エーダーがなんかから55エーダー稼げましたということで、それが振り込まれたと言ってるわけです。で、このトランザクションで0.174389エーダのトランザクション手数料が発生しました。で、この手数料はどこから支払われるのかというと、私の1000エーダ入っていた方のウォレットから支払われていますということで、ウォレットを開くというところを押してみましょう。で、そうするとこのように、はい、さっき1004エーダぐらいあったと思うんですけども、それに55エーダプラスされてこのようになっています。で、あと手数料も引かれてますよね。で、そういった形になっています。ということで、理解していただけたでしょうか。結局ね、新しいシェリーウォレット作ったんですけど、これは使わなかったですということです。で、新しいのに入れたいという場合は、ここに手数料として、ね、いくらかちょっとエーダを、ね、入れておかないといけませんというところだけ注意していただきたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。